どうしたんだ？いいから見て。この光は？これはオーロラ、極光よ。地上では特定の緯度からしか見えない。でもここでは全部を見ることが。マリア！ありがとう。ちょっとふらついただけ。大丈夫。ここの低重力で病状が緩和されてるだけなんだ。はしゃいだりして無理をしてはいけない。そうね、その通り。でもこんなに綺麗な地球を前にしたらもう我慢できなくて、いつか帰れる日がとても待ち遠しいわ。僕はここで作られた。僕の居場所などあるだろうか。プロフェッサー・ジェラルドは究極生命体の僕を作った。特効薬の鍵になるはずなんだ。君を治すための。シャドウとおじい様は最善を尽くしてるわ。私は二人と一緒に過ごせるだけで十分幸せよ。僕が何とかする。ここにいてくれ。必ず戻る。約束だ。なんだこれは。我々はガン国防軍だ。制圧を開始する。ガンだと。アークの襲撃、事故の証拠隠滅だが、おかしい。対応が早すぎる。プロフェッサー、早く！今のはただの悪夢じゃない。全てはアークから始まった。奴は死んでなかった。いや、ありえない。確かめなければ。あの化け物を近寄らせるな！エイブ！
シャドウ、大丈夫？マリア、僕は大丈夫だ。ただプロフェッサーは僕をエイリアンの DNA で作った。ブラックアームズというらしい。僕の DNA はこの虫と同じ。醜い。心というものを持たない生き物だ。ハリネズミのように見えはしても、その正体はこいつらと同じ。そんなことない。あなたには大きな心がある。表現するのが苦手なだけで、心の底ではいつも気にかけてくれている。私のこと、みんなのことを。あなたが何者かはあなた次第。答えが見つからず悩んでいるのを私は知ってる。でも必ず見つけられるわ。そうしたら信頼できる人たちもきっと。ここで何をしている？情報収集。ガンの依頼よ。オメガに頼んで援護してもらってるの。あんたの方は？アークイー空中船を探している。ブラックアームズが復活したかもしれない。だったらついてないわね。ここただの補給基地よ。どうすんの？私の獲物だ。行くぞ。で、宇宙船だけど案内してあげよっか。あんたがソニックの誕生パーティーに来るって約束してくれたらね。イエスってことでいいわね。それじゃ、ガンの基地にお邪魔するわよ。つまりガンは、あんたの研究に資金提供してた。で、あんたを手に入れて、50年間封印したと。私が言いたいのは、今夜はその恨みを一旦忘れましょうってこと。ガンは僕の敵じゃない。ただの邪魔な障害物だ。私の獲物だ。シャドウよりルージュ、位置についた。了解、発射するわよ。
あの砲台を破壊して！こちら司令官エイブラハムタワー、全軍撤退せよ！エイブ、ご依頼の情報ならちゃんと集めたわよ。何百万ものガン基地の資産を破壊した上でな。ごめんなさい、シャドウに世界を救う手助けが必要だったの。手助けか。確かに昔シャドウとはいろいろあった。だが彼はブラックドゥームから世界を救った英雄。言ってくれれば許可ぐらい。シャドウが誰かに許可を求めたことが。君がフォローしてくれよ、ルージュ。そんなことできるのはただ一人だけよ。うん、そうだな。彼女はずっと前にいなくなってしまったの。よせ、ずっと昔に奪われた命だ。目の前の任務に集中しろ。アークに潜む脅威を排除しなければ。